2022年11月25日、佐藤秀一 A ライブでございます。いやー、寒くなってきましたね。本当にね、一日の気温差大きいんで、本当に皆さんお気をつけください。まあ、しかし、今朝ね、記事がね、六歳者通信に掲載をいただきましたけどもね、まあ、広島県知事、湯崎秀人さん、ね、まあ、品質というよりはね、実はこれが本質だったのではないかというふうに、ね、思うんですけどもね、まあ、クリーンなね、イメージとはもう裏腹にね、実はあのね、橋本徹、元大阪府知事、顔負けのね、ネオリベ、まあ、いわゆる新自由主義のね、政治家だったのではないかということをね、まあ、本当申し上げざるを得ないというふうにね、思います。まあ、本当に非常にこのね、まあ、藤田前知事、そしてね、湯崎さんと、続いた新自由主義によってね、ものすごいやっぱり広島はね、衰退してるというふうに、これ言わざるを得ないというふうにね、思いますね、本当に。まあ、いろんな問題がありますけれどもね、まあ、産業廃棄物の問題でもね、大雨ですよね、全国で見ても大雨。ね、それからね、まあ、公務員はね、まあ、減らしっぱなしとかね、あるいは学校の先生、1000人以上ね、非正規の先生なんて、その割にはね、エリート養成校に69億円に、ね、1学園、ね、使ったりとかね、まさにね、まあ、そういうね、新自由主義で、しかもね、身内をね、優遇する平川教育長、まあ本当にね、自分には甘く、身内には甘く、ね、労働者、県民にはね、冷たい、ね、本当に新自由主義、そしてね、昔ながらの腐敗みたいなものをね、まあ、じゃわさったり、そういう政治。まあ、それどうしようもない状況。で、そういうね、湯崎さん、あるいは平川教育長を暴走させ続けたのはね、広島県議会の自民党の多数派でありね、公明党でありね、そして立憲民主党、国民民主党です。ね、これをね、やっぱり2023年、来年の統一地方選挙で崩していきましょう。ね、私もね、こんなね、立憲の広島のね、現職県議をね、まあ、浅見並区において、県庁の元同僚だからということもあってね、前回まで応援してしまったことについてはね、心からね、お詫びを申し上げます。まあ、その上でね、私、佐藤秀一と共に、ガツンと、ね、広島県、県政に物を申す。まあ、知事の湯崎さん、そしてね、平川教育長に物を申す。そして何があっても心配するな、そういう広島を作るためにね、ご一緒に、ね、活動していただくことを心から願い申し上げます。まあ、特にね、お金の面が一番今ね、心配な状況ですので、伏してね、ご協力をね、お願い申し上げまして、また今日ね、夜はね、おしゃべり会もありますんで、ね、そちらの方もね、またね、お時間合いま、都合合いましたね、ご参加いただきたく存じまして、私、佐藤秀一からのお話とさせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。